村田秀夫1月17日から2002年6月13日は日本の演歌歌手、俳優。佐賀県東松浦郡大地町出身。出生は福岡県受け羽郡吉井町である。本名、梶山勲。血液型は AB 型。新坂 A プロダクションに所属していた。愛称は、ムッチー。老曲で鍛え上げた歌声と男らしい風貌。 世界観を持ち味に、戦後歌謡界の黄金期をリードした、演歌界を代表する歌手の一人である。福岡県受けはぐ吉井町に、実父広沢専用、実母、矢野津田子の子として生まれる。生後間もなく津田子の姉弟子である、いずりは住子の養子となる。その後、住子が、梶山春夫と結婚し、一家は、佐賀県東松浦郡大地町へ引っ越す。4歳の時、 両親が、雲石器部一座に加わり巡業先で、雲石器部から京山茶目丸と名付けてもらい、宮崎県の苦弱劇場にて、中山安兵衛向入り初舞台を踏む。その後大人気の浪曲師にちなんで、少年堺井雲と改名。無許可で名乗っていたが、本家の知るところとなり、これが起源となり大阪道頓堀の劇場に、出演中の堺井雲本人を訪ね、 楽屋で声調べをしてもらい、5歳の時に、境雲門下に弟子入りし、当時師匠が住んでいた大阪市西区場に移住し、修行を開始する。64番目の弟子であった。この時、師匠から境雲坊の名前をもらい、13歳で、新内昇進、14歳で、境雲坊一座の座長となり、その後も九州にて、地方公演を続ける。 1945年、16歳で海軍に志願し、佐世保鎮守府省ウロミ兵団輸送班に配属される。6月19日、福岡市、吉塚の船売局に砂糖を輸送する任務に就いた際に、福岡大空襲に遭遇。翌日、15銀行ビル地下室の遺体搬送作業に従事した。1947年に、少女郎局主の吉田伊万里と結婚。 1949年、老曲会に顔の効いた西川芸能社前社長、西川幸雄に宛て、自ら手紙を書きマネージメントを依頼。師匠、坂井久本西川が合意、日本一の老曲師を夢見て、妻子を九州において上京し、25歳で村田秀夫に改名。数年後に妻子を呼び寄せる。新婚当時は、 浪曲人気といえども、貧乏の中で生活していたが、ラジオでの公演や実演で少しずつ名前が売れ出し、若手浪曲師として、注目を集めるようになる。1958年、たまたまラジオで、村田の公演を聞いた、小賀正夫に見出され、すでに映画や演劇で知られていた18番の、芸大であった、浪曲、無法松の一生を小賀が、歌謡曲か、同曲で、 歌手デビューを果たした。しかし、同年に、三船敏郎高峰秀子主演によるリメイク版映画の公開があったものの、ヒットに恵まれず、NHK 紅白歌合戦への出場も果たせずにいた。1961年11月に発売した最長80作詞、船村徹作曲の王将が、 ミリオンセラーとなり、翌1962年に第4回日本レコード、大賞特別賞を受賞。王将のヒットで、以前出した、無宝松の一生、人生劇場なども、相乗効果で、ヒット、人気を確立する。王将は1962年に、三国伝太郎&、淡島千江主演、1973年には、勝新太郎&、中村玉尾主演で、それぞれ、 映画化され、村田の代表作の一つとなった。1973年、治病の糖尿病の悪化で倒れ、1年間休業するも、復帰。1970年代に入ってからはヒットもなく一時、低迷するも、演歌ブーム最中の1979年に、優先放送から、夫婦春秋がヒットし、相乗効果で、新曲、人生峠、続いて、 夫婦史をヒットさせ健在ぶりをアピールした。また、1981年から1982年には、ラジオ番組、ビート、たけしのオールナイト日本で、その豪快なキャラクターや逸話をネタとして取り上げられた、ことで、若年層からの人気も獲得する。1988年、共に、同年代で、同時期に活躍し、歌謡界をリードしてきた、三橋道也。 カスガ八郎と三人の会を結成、ジョイントコンサートなどで活動した。作風はデビューから一貫して、男、人生、夫婦を題材に歌った曲が多い。また、二階堂新、北タクスオ、キクスオ、のペンネームで作詞、作曲もこなしている。俳優としては1939年の新興キネマ、京都作品の少年同局詞としての初出演を、 川切に、1974年まで人気映画等に、多数出演。身長160センチメートルと小柄ながら、男らしい風貌と鍛え上げた声で1960年代後半は、東映人気映画に欠かせない主演スターとして活躍。鶴田孝二、高倉健、北島三郎、千葉慎一らと多数共演した。持病の糖尿病が、 再び悪化した1991年以降も、闘病生活を送りながらも、演歌が再び注目されるまで歌う、という執念から精力的に活動し、話題を集めた。村田の人生は、糖尿病との戦いでもあった。食生活では大の野菜嫌いで、太い声を出すには何より肉を食べることだとして、肉を多食した上、無類の酒好きであった。こうした、 生活習慣が影響し、35歳で発症。発症から約8年後の1972年から1973年にかけて病状悪化のため一時入院。その後1991年、長年連れ添った妻、ゆいこが死去。その3日前には、3人の会の仲間で孔子共に、親しかった先輩歌手のカスガ八郎も死去したことで、 振動が重なり再び病状が悪化、見かねた周囲の関係者からの勧めで妻の葬儀、終了後に治療のため入院。退院後は後見人と、大阪のお母さんと呼んでいた長年の愛人、石田朱雅子が住む大阪門真市に身を寄せ、ここを本拠地とし、仕事のある際だけ上京する生活を続ける。また同地で、村田の闘病生活の支えとなっていた朱雅子と男として、 けじめをつけると再婚。結婚式も挙げ、合計140歳の高齢婚と、大いに話題となった。体調管理を行い証拠を得ていたが、1995年頃より、糖尿病の合併症が深刻となり、体も痩せてしまった。その頃も無理を押して当時村田のモノマネを、たびたび披露していた、清水明のために、オールスター爆笑モノマネ紅白化合戦。 のご本人登場で皆のノ州を歌唱をするなどステージに立ち続けていたが、同年8月には、急性心筋梗塞、うつ血精神不全で一時意識不明に陥る。翌1996年1月には、3人の会の仲間、三橋道也が亡くなり、この前、私が倒れた時真っ先に駆けつけていただいたのが、先輩だった。まさか先に行かれるとはと思いを語っている。 そうした振動がたたり、1996年2月、白内障手術のための入院中に倒れ、6時間に及ぶ心臓バイパス手術を受けた。さらに5月には、右下肢閉塞性動脈硬化症で、ソ状態に陥り、右疾患12センチで切断。この時、一冊無になりたかったと提発。以後は、坊主頭に、寒いがトレードマークになった。 翌97年には、大月宮古公園への特別出演という形で、全国公園を実施。回復ぶりを示したものの、同年10月に低血糖発作を起こし、一時は生死すら危ぶまれた。12月には、糖尿病性網膜症のため、左目を手術。2000年1月には、左足も同様に切断。それまでは、 義足で歩いていたが完全に車椅子生活となる。さすがの村田も大きなショックを受けるも足がなくても歌は歌えると自らコブをするなど、ますますその存在感を示した。2001年4月、同じ老曲出身で長年のライバルと言われた南春夫も死去。村田はもっと歌ってほしかった。非常に寂しい。これで生き残ってるのは俺一人だけだな。 と憔悴しきった表情でインタビューに答えている。同年6月に私にはもう時間がない。生きているうちに何としてでも世に出さなければと3人の会のコンサートで発表したオリジナル楽曲をレコード会社の垣根を超えて CD 化にこぎつけた。2002年5月に体調を崩し入院していたが6月13日午前9時52分合併症の肺炎のため 大阪市宮古島区の大阪市立総合医療センターで死去。73歳坊津。改名は玉仙院永世平区大孤児。没後に訓四頭随法章を授与された。共演経験のある室田秀夫が3日後に死去。ビートけ氏は村田さんの次は室田さんが、と個人を言ったんだ。なお死去5日前の6月8日には、スポーツ放置が、 不法の誤報を一面に掲載。その情報を受けて、テレビ番組、ヤジウマワイド、東京スポーツ、日刊現代が同様に報道し、その後訂正、謝罪するという騒動が発生している。村田秀夫記念館2004年5月23日に、地元の有志により村田の業績を後世に伝えるため、故郷の佐賀県大地町に、村田秀夫記念館がオープンした。 佐賀銀行落ち支店として使用されていた店舗を改装した館内では、遺品の展示や楽屋の再現コーナー、出演映画や出演番組を放映する音響コーナーなどがあり、喫茶コーナーでは、遺品のカップや食器をそのまま利用して提供しており、BGM のリクエストにも応えている。年に1回、村田秀夫音楽祭、生誕祭が行われている。2009年には、 福岡県浮橋も合同に生誕祭を行い、村田秀夫を通して、漁師の交流が深まることとなった。2016年1月17日に、地元の寄付を募り、JR 大地駅構内に記念碑が建立される。ジップ、広沢千有、実母、矢野津田子生後、津田子の姉弟子の、いずりはすみ子の養子になる。その後、梶山春夫と結婚妻。 吉田伊万里長男、有事長女緑次男達也2000年、石田主雅子と再婚 NHK、紅白歌合戦には1961年に初出場、73年の第24回紅白は糖尿病治療のため入院中だったため事前に出場自体を表明。70年代はヒットが出ず紅白でも過去のヒットを歌う形が長く続いていたが79年に12年、 前に発売した、夫婦春秋が優先リクエストで人気を得て、それに相乗し、当時の新曲、人生峠が20万枚を超えるヒット。続けて、夫婦種もヒットし、レコード歌手の第一線に返り咲く。1980年代に入っても、発売する曲はほとんどオリコンランキングにチャートインするなど根強い人気を見せ、1989年までに、 通算27回の出場を果たした。しかし、コロンビアに所属していた女性歌手が鳥になることが多かった事情もあり、他の常連歌手と異なりコロンビアの村田は結局、白組鳥を一度も務めておらず、鳥見経験の歌手としては最多出場回数となっている。1962年、第13回、1979年、第30回、1982年、 第33回では村田が白組取りの候補として上がっていた。1980年代に入るとテレビの露出は減り、いわゆる大御所的なポジションになっていたが、ビートたけしが自らの番組で取り上げたことから若年層のファンが急増し、三橋道也のミッチーに対抗し、ムッチーブルームと言われるようになる。そもそもの発端は百八十一年に始まったビート たけしのオールナイト日本内のデカ頭コーナーだった。芸能界では有名な南春夫とのエピソードから派生し、村田先生の頭はデカいという話になり、どのくらいでかいかのネタを投稿するコーナーができた。セーターを試着しようとしたら、頭が出なかった等の頭がでかい、ネタから徐々にトンチン感ンな村田の言動や行動をネタにする内容に転じていき、リスナーの間で、 ブームになる。その噂を聞きつけた村田本人から日本放送に電話があり、急遽番組に出演して行ったトークが好評で、人形物のラジオドラマを作るなど、同番組にたびたび出演するようになる。当時いわゆる業界聴取率が高かった同番組がテレビ番組などへも影響を与え、従来は出演しなかったバラエティ番組やコント番組などへも、 出演の幅が広がり、むっちりブルムと言われるまでになったものである。1983年、ビートたけしのオールナイト日本のゲストとして、万を持たして番組に登場、トーク中心の構成となったが、途中、紹介されるネタを起こるどころか、豪快に笑い飛ばしながら、事実を解説し、いやー、たけちゃんや聞いてくれている皆さんが、こうしていじってくれるということは、芸人冥利に尽きるよ。 終始嬉しそうに語っていた。このことが起源となり、後に B とたけしとテレビ CM で共演を果たした。CM はバス停にスーツ姿のたけしとなぜか、ステージ衣装とメイクで書類ブートを持つ村田が並んでおり、村田がたけしにお勤めですかと尋ね、役所関係にちょっと答えるたけしにバイオミン X を勧める。今度はたけしがお勤めですか と尋ねると、村田が芸能関係にちょっとと答えるというコント仕立てのもので、決め台詞は新しく新発売というものだった。ビートたけしが発した村田だのフレーズは人気となり、清水明が86年頃から始めた村田のモノマネでさらに広く浸透した。こうした人気を受け、1989年には村田自身がシングル、ああ 万次郎のカップリングとして、俺が、村田だという曲を収録している。たけしがコメンテーターを務める、情報7デイズニュースキャスターでも一時、オールナイト日本当時のネタを紹介していた。2014年7月15日に放送された、日本放送開局60周年記念ラジオで、聞いた、忘れられぬ、ミュージックで、高田文夫は、 当時あまりにもネタにされすぎたことに不満を感じた村田が若い種に自分のところに連れて来いと命じて、たけしと高田を呼びつけ、説教した時の逸話を語っている。この時村田は、いいか、たけちゃん。いや、たけし。お前は漫才師だ。俺は歌手だ。高田、お前は作家だ。お互い仕事のジャングルが違うんだ。俺のジャングル入ってくるな。 それを聞いた高田と武士は、俺らターザンじゃねえと、小声でつぶやいたいう。しかし、この話も作り話である可能性は高く、番組パーソナリティの上柳正彦からは、それ、本当なんですかと突っ込まれているが、高田はあくまで、本当なんだって、と主張している。村田と同じ老曲出身の演歌歌手、南春夫とは互いに、 ライバル同士という位置づけでありか番組での共演も多かった。有名であった南と村田の不仲説は実際のところ周囲の関係者やマスコミ、世論が作り出した先入観と偏見に近いものがある。村田は3波を先輩歌手としてしたい、ゴルフや食事を共にする仲だった。上手、下手事件など半ば、面白おかしく伝えられているが、 実際はほぼ同時期にデビューした良きライバルとして互いに意識していた程度であり、懸縁の中というほどのものではなかった。村田が1996年に右足を切断した際、南は励ましの電話をかけるなど晩年まで進行は続いた。村田は基本的に男の演歌を保守的なまで一筋に歌い続けたが、南は後年。 自分の持ち歌にハウスサウンドやラップを融合させるなど、革新的な新しいものにも挑戦しており、仕事に対する考え方や取り組む姿勢、そのスタイルは全く対照的だった。また作詞家でフランス文学者だった西条八重は当初王将の作詞を拒み続けたという。だが、村田が西条の自宅に何度も断られても足を運ぶことで、ついに了承した。 NHK 紅白歌合戦で王将を歌った際には、村田本人が3番の歌詞の何が何でも勝たねばならぬの一節を好んでいたこともあり、また絶対に白組が勝つという心意気を込めて必ず1番と3番を歌ったという。また、自ら作詞、作曲を手掛けた曲もあり、作品の中で二階堂新、北九州というペンネームを用いていた。 東映人況映画を中心に映画出演が続いたため、村田は歌をやめたのかと皮肉られ、その後は一切出演しなかった。女に手を出すのが早かったという。テレビ番組、たけし、ところのドラキュラが狙ってるで、女千人切りの伝説を認めた。番組内で千人ぐらいは切ってるだろうなと述べている。若き日は、はやぶさの日でと呼ばれたという。 1958年から1971年1971年から2002年テレビドラマありがとうございます。